ガーゴ、ドラゴ・アルチュニャンは、アルメニア出身の男性キックボクサー。ショータイム所属。70kg 級とは思えないごつい体格を持ち、分厚い筋肉から繰り出されるブンブンと振り回すような、強力なパンチとローキック、後ろ回し蹴り、膝蹴りを得意とする。硬さがあるが変則的なモーションも持ち合わせており、攻撃的なファイトスタイルで対戦相手を翻弄する。 軽快な太鼓のリズムに乗りながら、独特のダンスを踊りながら入場することから、ダンシングキングの異名を持つ。また、悲劇の難民ファイターというニックネームで呼ばれることも、ある。ドラゴというニックネームは、親友者品ヤクートが名付け親である。ドラゴが、悲劇の難民ファイターと呼ばれるゆえんは、彼が幼少の頃にアゼルバイジャンとの民族紛争に巻き込まれたことによる。彼は、 このような状況の中で実刑をなくし、4歳の頃に父親と共にオランダへと移住した。弟がいる。キックボクシングは14歳の時に始め、オランダ国内の大会などで頭角を表した。2006年に K1 参戦。4月5日の開幕戦でオーレロー戦に判定勝ち。6月30日の準々決勝でもアルバート・クラウスに判定勝ち。続く、 準決勝で、ブアカオポー。プラムックに、判定負けしたものの、K1 ルーキーイヤーでベスト4入り。2007年4月4日、K1 ワールドマックス2007世界、最終選抜で全日本キックボクシング連盟王者、山内博太郎から K5 回のダウンを奪い、TKO を勝ち、強烈なインパクトを残した。2007年6月28日、K1 ワールドマックス2007世界一、 決定トーナメント開幕戦の1回戦で、マイク・ザンビディスと対戦。延長までも連れ込むも、判定負け。その後、ファン投票で1位となり、主催者推薦選手として、準々決勝への出場が決定した。2007年10月3日、K1 ワールドマックス2007世界一、決定トーナメント決勝戦の準々決勝で、アンディ・サワーと対戦。 1>, 1 r 互角に渡り合うモニア R にクロスカウンターを暗い子負けを起死した。2008年4月9日、K1 ワールドマックス2008ファイナル16のトーナメント1回戦でゴリと対戦し、3R に3ロックダウンを奪いこがち。2008年7月7日、K1 ワールドマックス2008ファイナル8のトーナメント準々決勝でマサトと対戦し、判定負け。 2009年2月8日、イッツショータイム世界 70kg 級王座決定戦で、ムラッド・ディレッキーと対戦し、TKO 負けで王座獲得ならず。2009年4月21日、K1 ワールドマックス2009ファイナル16のトーナメント1回戦で、佐藤義美洋と対戦し、延長 R 判定勝ちを収めた。2009年7月13日、 K1 ワールドマックス2009ファイナル8のトーナメント準々決勝で山本優也と対戦し判定負け。2009年10月26日、K1 ワールドマックス2009ファイナルのスーパーファイトで小平井牧太進と対戦し判定勝ち。2010年5月29日、イッツショータイムでリーロイ・ケスナーと対戦し、1から4の判定負けを喫した。 2010年10月3日、K1 ワールドマックス2010ファイナル16でい,い、スファンと対戦し、左ハイキックで小勝ちを収めた。2010年11月8日、K1 ワールドマックス2010ファイナルの準々決勝で、モハメドカマルにダウンを奪った上で3から0の判定勝ちを収めるも、準決勝で佐藤芳美うと再戦。ダウン寸前まで追い詰められ、0から3の 判定負けを喫した。ありがとうございます。